TikTok はもう今日撮んなくていいやってならないために、最近はショールーム終わってすぐメイクして撮ってるんだけど、もうすぐ撮りだめがなくなっちゃいそうなので撮ります。なのでメイクします。まだ目が起きておりませぬ。まだもうこんな眠たい、こんな眠たい。テロップ書こう。まだとっても眠たいでございます。メイクが進まない、眠くて。昨日はなんか寝つけなくて、お鼻水噛んでからにしよう。いつもねメイク終わってからお鼻水とか噛みたくなっちゃうから。もう顔がテカテカでございます。お鼻水噛んでます。寝起きのおでこ出しはきつくね。そう、お腹がすごいなっちゃう。何の音で音源取ろうかな。めっちゃお腹鳴ってる、聞こえる？みんなに。もしかしてこの音聞こえちゃってる？まずは基本の化粧水などをしましょう。あ、その前に最近やってるこのゴムでむくみ取りです。むくみを取ってくれるみたいだよ。まあ、なおちゃんがよくやってた。本当にこれいいやつな、いいことなんですよ。みんなうんとか言ってるけど、なんかいいってすごい出てくる。
マリアはめっちゃ乾燥するのね、最近。最近ってかもずっと前からなんだけど、だからめっちゃ化粧水を使います。耳バリ痛そうだけどめちゃくちゃ苦になる。そんなね、慣れたら痛くないです。撮るの忘れちゃうぐらい、エアポッツしようと思ったら気づくぐらいの感じ。化粧水はもう最近はこちらですね。多くて安くて最高最高。やばい、もう全然目が開かないよ、眠くて。この状態でカラコンやったもんってなるの。だから最近カラコンは、カラコンとか普通のコンタクトもだけど、もうメイク終わった後に、メイク終わって、あ、もうすっごい垂れるけ上手ごめん。メイク終わって撮る直前とかに入れてます。あと公演直前とかにコンタクト入れたりする。もう乾いちゃうから、マリアすっごいドライアイで。ホトムギ使ってる子多い。なんか公演で用意されてる化粧水はホトムギですね。今日まつげが2本目に入り込んでて痛かった。起きただけ、え、目が開かないってなった。もう一生化粧水を叩き込んでおきます。いや、めっちゃ化粧水したんだけど。マリア、リットチャオの曲はスマホの着信音にする。あ、いいね。ちょっとリップがベトベト。公園で用意されてるんだ。公園、うん、自分でメイクしなくちゃだけど、化粧水とか乳液とか持っていかないし、アイシャドウとかも忘れたりとかしちゃうじゃないですか。だからメイクさんが何個か持ってきてくれてて、その中の化粧水はちょっとブスになるんですけど、こうやってやることによって、ね、めっちゃリップがリップしてるから、ティッシュの繊維ついた。あんなことしたから。でもこれするだけで目がパッチリ。なんか一重になる。こんなことしたら化粧水が染み込んできたと思うので乳液をします。乳液は無印の高保湿タイプ。耳はお気になさらず、みんなこんな感じです。
やばい、テカテカになっちゃったよ。テカテカお肌でーす。これはもうずっと前に買った、ずっと前でもないけどこの期間前に買ったから。ちょっとテカリス、テカってるので浸透するまで待ちます。スポンジを用意しておきます。鏡どこやったかな。こういう時に鏡も探しておきます。あった、よくなくす鏡を探しておきます。ここにニキビができました。テカテカだけどもういいかな。こちらマジョリカマジョルカのミルキースキンマスクを塗ります。カメラをセットします。もうこれもね、多分だけど保湿力がすごい気がするの、自分的にはちょっとよくわかんないんだけど、そういうの。あとあまねちゃんがねおすすめしたから多分間違いないと思う。ここを適当に顔に塗りたくっていきます。ラプンツェル見た。ラプンツェルはなんか途中まで見てたけど、途中からスイッチしな、あ、こっちここ塗ったね今、スイッチしながら見たから。でもねラプンツェルはねすごい見てます。3、4回ぐらい見てる。録画もしてるので見返せますね。え、ラプンツェルじゃないの？ラプンツェル？ラプンツェル？ラプンツェルって言ってた。タコ屋さんのせやねんってめっちゃ言う、タコさんせやねんってめっちゃ言うって、ほんとほんとやで、めっちゃせやねんって言うけど、なんかタコ屋ねすっごい愛着湧いちゃって、もうね多分一生手放さない。はい、下地塗った。まだテカテカです。保湿力すごいからテカテカです。やばくない？なんかちょっとハイライト塗っちゃった。もっとやばいことが起きた。もっとやばいことが起きたよ。洗濯物の山見えちゃった、もしかして。ピエンピエン、こっちにしよう、こっちの方が安定。見えてない？よかった。洗濯物のまだ畳んでないからやばかった。はい、じゃあ顔のテカテカ
まあまあ。部屋のドアが見えたくらいだった。うん、じゃがいるのか。次はファンデーション。後でチェックしないでくださいね。ファンデーションはずっと前からこれ RMK の102。あ、あらかじめ用意しといたスポンジどっか行っちゃった。見つけた。これも工程だからちょっとこんぐらい。これをちょっと出して、この2本指でチュンチュンチューンってチュンチュンチュンチューンってやります。よいしょ。うん。で、伸ばします。もうね、画面のところに鏡を置いてるので。あ、痛い。痛いよ。見た？めっちゃ痛かったんだけど。コロナ気をつけましょう。目に入ったんだけど。これもうすぐ終わりそうっていうところから1ケツぐらい持ってる。最高。高いからね。でもファンデーション以外は多分プチプラって言っていいぐらい。ファンデーションとコンシーラー以外かな。うん、伸ばしきった。ほら見て、ファンデーションのやった時こんな顔なんだよ。なんか無意識に鼻の下伸びちゃう。そしたらなんかちょっとピエってピエってなじませます。目に入ったから涙が出てきた。はい、そしたらコンシーラー、いつもこれを膝の上に置いてやってます。コンシーラーはこれ見えてる？ナーズのやつ。まずクマ、見てこの違い。クマ隠れた。あ、そんな隠れてない、わかんないわ。ちょっと待って、コンシーラーすごい下手なんですよ。なんか全部手に持っていかれちゃうの。だ、このコンシーラーの良さが出てないかもしれない。いや、わかるよ。だって本当
どうや。これでスポンジでまたトントントンってします。お腹すいたー。こうやってね、定期的にここのね、ここの水分を取っておかないとめっちゃマリアアイラインに滲んじゃうんですよ。で、次はメガネしすぎてここが黒いんですよ。マリア、わかるかな。ここら辺が黒いので、それが嫌なのでここにつけていきます。あとね、ここが赤いの。あら、ここなんかここめっちゃ黒くなるくない？メガネしてたら。あとここなんかあるの。こちらです。 TikTok 撮るために。なじませまあ、こっちだけ口で出ねえやん。エアコンシーラー最初か。めっちゃメガネ跡つく。ほんとにこれはカラスなのか猫なのかわかんない鳴き声が聞こえた。で、ちょっと鼻が嫌なので鼻だけ細くしていきます。お絵かきしてるかのように。どんなのが正解で、どんなのが不正解なのかちょっとわからないので適当にやってます。なんかこんなんやっとけばちょっとは変わるでしょみたいな。なんかまあちょっと変でも写真でどうせわかんなくなっちゃいます。次ファンデーションじゃなくてお粉。お肌だけでこんなに時間かかっちゃうんだよ。めんどくさくない？やめいかな。あ、すごい、これ映ってない、大丈夫？あ、映ってなかった。ファンデーション自体が映ってなかった。キャンメイクのやつ、ピンクの入れ物だけどね、入れ物だけ変えたんだけ。いつもはこれプラス YouTube とか見ながらやってるからさらに時間かかります。あ、すっごいなくなってる、すっごいなくなってる。なんか塗りたくっちゃった。こんな感じ。なんか鼻だけカスカス。鼻の皮がむけてる。あんなに保湿したのに。これでさらになじませます。めっちゃお腹鳴っちゃうわ。
で皆さんお忘れであろう、このゴムを出し取って、はい、血が回ってくる。で次はシェーディング、シェーディングもなんかエラーがあるので、もうそこを中心的に、はい、やったらさっき鼻やったところにちょっと重ねて、ちっちゃくない？あ、なくなった。あー、やばいやばいやばい。今最高潮にお腹空いてるもん。めっちゃお腹鳴ったんだけど。ちょっと待って。ヨーグルトの賞味期限が切れてなかったら食べる。行ってくる。見てくるわ。よいしょ。シェーディングはこれ、キャンメイク、ハイライトするよ。まずキャンメイクのこの青色をここに、なんかこれよく変わったんかよくわかんないんだけど、リップスに透明感が出るって書いてあったからしちゃう、透明感欲しいからしちゃう。ハイライトはセザンヌのこれ、さっきから商品名言ってないけど大丈夫？これとかしか言ってない。よしよしよし、わあ今日の夢すごかったなっていうの今思い出したわ。なんかすごかった、なんかあらかじめすごい名前呼ばれて、なんだったっけ、なんかがあってね、なんか対戦みたいのして、で名前呼ばれた人は蜂に刺されるみたいなので、でマリアはすごいそれを嫌がっててね、もう刺されたくないよって当たり前なんだけど、だけどやっぱり名前呼ばれちゃって、なんか蜂に刺されるぐらい痛いことをプッて一回されるみたいな、で泣くっていう。でもなんか結構いろんな大人数が名前呼ばれて、でミオちゃんと、え、あれ痛そうですよねって話して、でそのマリアがさ、なんて言うんだろう、それをされた形式はなかったけど、終わった後にリコちゃんとメンバーの乗るバスに戻っていくっていう夢だった。あ、なんかこれ眉毛失敗したけど別に眉毛見えないからいいんだ。
眉毛は本当に適当です。あの眉毛のですね、あのね、え、全然紹介してないじゃん。これはエクセルのこんなやつと、みんな大好きケイトのこれだ。で使いすぎてここが取れちゃったの、ケイトのやつで。今から塗るのはビセのやつ。メンバーに会いたすぎて、一発目はナッピでしたね。なんかこう、なんか電気がプッみたいな、バチッみたいな感じ。はい、チビチーク、エクセルのシャイニーピンク、全然違かった全然違かったです。エクセルのピンクネクターです。なんでシャイニーピンクとか言ったんだろう。なんかシャイニーピンクだった気がしたの。でも全然、なんでシャイニーピンクが出てきたんだろう。シャイニーピンクじゃないな、これも。こうやって、チークはもうね、つけすぎぐらいがちょうどいいです。なんちゃって。腰が、お次は何でしょうかね。アイシャドウかな。もう残りアイシャドウしか残ってないよね。あらかじめアイシャドウは机の上に並べておきます。なんでかっていうと、その方が楽だから。キャンメイクのアイシャドウ下地、アイシャドウ下地はまず一旦落とします。これをすることによってウインクの練習もできますなんかやばい、適当なこと言ってるって訴えられちゃう。マリアの目すぐ涙溜まっちゃうの。だからスポンジでいつもこうやって。なぜメイクしてるときって口開いちゃうんだろうね。で、ケイトのまたこちら出てきました。こちらのケイトで涙袋を描いていきます。マリアこっちだけめっちゃ涙出る。いつもこっちだけアイラインすごい落ちる。あと左が右に比べて、あの涙袋がないので一緒ぐらいになるように、右はなんかちょっと軽く。今は不自然だけど大丈夫。あとあとまた涙袋描くんですけど、はい、
イシャドウはこれ、 B アイドルのザ・アイパレ02番の駆け引きピンク。ヨーグルトとかってなんか前歯とかにすごい張り付いてる感じするよね。この色大幅に塗ります。鏡がねすぐ目の前にあるのでちょっとアップになるんですけど、ご了承ください。大幅と目尻1/3、なんか適当に塗っていきます。よどうやどうや、赤色だ、赤じゃないピンクですよ。たらこのキラ、あおー危ない、このキラキラ、キラキラしてる。で次は涙袋、涙袋はこれ XL のヌードピンク、これもシャイニーピンクじゃないの、これめっちゃキラキラするの。あ間違った、筆間違った、こっちの筆でした。こういう時ってちょっと無言になっちゃうね、真剣やから。ママさんの音がした。ママさんはいないですよ。ママさん仕事です。すごくない？キラ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 マジでこれキラキラかわいい。そしたらアイシャドウ、アイシャドウじゃないアイライン、アイラインはラブ、ん？ラブライナーのグレージュって色。涙袋なんだっけ、エクセルのねヌードピンクです。シャイニーシャドウ、あシャイニーシャドウ、どうだ今日のアイラインは、ちょっと短い、まだ分からん。アイラインしてると自然に引きが止まる。よいしょ。なんかすっごい長くなってる。アイラインが長くなりすぎたので、長くて太くなっちゃった。
正解が分からん。メイクって毎回こんな時間かかる感じ。毎回ね、本当にゆっくりしちゃうから時間かかっちゃう。本当にいらない作業とかがねすごい出てきちゃうし、なんか急にこうじゃなんか黄昏れちゃう時ある。次はマリアがよくしてる目尻の色。まずこの濃い色をチョンって取ります。ちょちょんってね。そしたらこのキャンメイクのこの取った跡がある、この茶色のね、これまたちょちょんちょんって取ったら、このアイラインじゃないの、目尻3分の1からアイラインをこうつなげてあげるみたいな感じ。ちょっと色がね濃く見えると思うんだけど、濃いですけれども、なんか自撮りとかのフィルターかかったらそんな気になんない。まあ、いつもこの筆か、こっちじゃないか。筆は間違っておりました。こんなで、エチュードハウスのやつ、目頭をやっていきます。なんかすっごいうるさいんだけど、太鼓でもしてる上の階の人で、さっき鼻でやった鼻のやつ、でまつげを上げます。まつげすぐ上げすぎちゃう。ケイトのやつ、目に入ったけど、あとはリップだけ。まずリップはうずのプラス1、はい、
これで終わりだと思うじゃん。まだ髪の毛してないの気づいた？みんな。髪の毛をしたら飽きちゃう、みんな。最近は映画するときはこうやって結んでるので、メイク終わった後に髪の毛することが多いです。これだけ塗っといて、撮る直前にオペラの06番を見ます。見ますじゃない、塗ります。なんかまつげくっつくんだけど、まあ本当に唇にいるんだよね。みんなお気づきであろう、全然髪の毛してません。あらかじめオンにしておきます。なんか今ユースヨシヒコに似てる。お、すごいすごい大人だよ今。まだ前髪はうねうねちゃんです。よいしょ。エラが嫌なんですよ。おお、親指も挟んだ。ちょっと櫛取ります。ストレートにしていくよ。よいしょ。自分でね、負けたらいいんだけどね、メイクさんが言うときしか負けないですね。何回も巻く練習してるんだけどね、全然負けないんだよね。何度でやってる？180ぐらいかな。前髪が120ぐらいでやってます。最近は前髪は濡らしてからやることが多いので、配信終わってからですね。前髪ドライヤーの音とか入っちゃうし、洗面所行かなきゃ。あちちちよいしょ。今日はちょっとあんま言うこと聞いてくれませんね、髪の毛が。やばいんだけど、なんでこんな寝癖つくの。あ、いよいよ
おりゃまっすぐになっておくれっていう心意気とともにストレートにしていきます。これがあるのとないのではやっぱ全然違いますね。髪の毛の言うことを聞いてくれる感じも全然変わってくるので、前髪がうねうねだ。前髪ができないので完成までにはいかないね。ピエンピエン。よいしょ、まだこんな感じで跳ねております。今日13時前には TikTok 撮影を終わらせたいので頑張るぞ。 TikTok はね、なんか本当にね時間かかっちゃうんですよね。マリア慣れてないのか分からんけど、顔がちょっと可愛くないもん。完成形はぜひ TikTok をまだ取り溜めのやつ載せる可能性もあるけど、でも全然取り溜めしてない、取り溜めがもうないですね。昨日の猫なんて最強に可愛かった。あれね、ニャーって言った時に全然反応してくれなくて2回ぐらい撮り直したけどね、全然反応してくれてないからね、諦めて載せた。あの日はなんかまあまあコンディション良かったんですよね。でも今日もいいかわからないです。どうだ、前髪やって完成でございます。お付き合いいただきありがとう。あとここの髪の毛を減らして止めます。こう結構真剣でございます。
どうだ、前髪がちょっとまだうねうねなんですけど、なんか今日前髪す髪の毛すっごい言うこと聞いてくれない。前髪アイロンして TikTok 撮ります、お楽しみに。おまびタイムスタート。ゆっち、すはしもっちゃん、しゃおたん、やすもろんぱん、くっきーくん、みほたる、ふかーくふくきよ、しゅんた、まーしゃん、れんにゅ、やの、あやか、はるべ、さとし、しゅうりょう。13位たくまばしばしさん、12位とうき、31位かんざきまさかずさん、10位ひかるびさん、9位ひできちゃん、8位やのさん、7位はしもっちゃんさん、6位ぺこさん、5位うごうごさん、4位ネッティブこてさん、3位ひでさん、2位チャプタスさん、1位あすかさん、おめでとうございます。ということでみんな見てくれてありがとう。見てくれてありがとう。今日もいい一日にしましょう。バイバイ。